慶応義塾大学との共同研究で分かったことの一つだから、抜け出した人を身近に見る。こんにちは、小坂雄二です。こんにちは、肥前敏郎です。小坂先生、今回は、お店会社がこうなかなかどん底の状態で厳しいとかですね、とてもしんどい、この状態をなんとか抜け出したいと、ただどうすればいいかわからないと。多いですよね、最近特に多いね。そうですね、お声我々もたくさんいただきますけれども、こういう状態の方に小坂先生としてはこうどうしていけばいいどうしていけばいい、そこの何かこうアドバイスみたいなものをいただければと思いますけれども、これ最近、私がぜひその方に言ってあげたいというか、言ってることを今日はぜひ言うとすると、どうすればいいって、この具体的にビジネス上でこういうことをやると厳しい状態から脱出していきますよっていう、ビジネス的にやるべきことというよりは、これがあるとそこから抜け出せるんだよねっていう、ちょっとこのビジネスの現場でこれをやりなさいって話じゃない話がある。それはまた重要ですね。これがすごい重要で、ということが近年分かったんですよ、研究によって、あとたくさんの会員さんたちの事実によって、何かというと、そのどん底とかしんどいとか、さっき言った抜け出したいっていう状態から、抜け出した人を身近に見る。これなんですよ、意外じゃないですか、だって身近に見ても効果のあることやんないと抜け出せないでしょって思う人多いと思うんですよ。でもそうじゃないんだよね。見るってことですね。見るんですよ、本当に抜け出した人に、なんだけど、この見るっていうのに重要なポイントがまたあるんですよ、それは何かというと、身近に見るんだけど、身近に感じる人を見なきゃいけないんですよ。だから身近に感じる人を見るんですよ。なるほど、だからちょっとかっこよく言うと、リアリティなんですね。リアリティ、リアリティって何だっていうと、なんかすっと自分もできるかもと思える人を見ないといけない。ちょっと具体的に言うと、例えばね、私たちが長く主催しているワクワクマーケティング実践会に入って、リアルに集まる会合が年に何回もあるじゃないですか。そうですね、ありますね、で新しく入会なさったような方が来られて、で私の本に出てるようなすごい事例の、我々でレジェンドと呼ぶような人たちも来るじゃないですか、でそこでみんなはーっと自分の未来がバーッと明るく見えて、バーッと元気になって帰っていくわけですよ、なぜか、会ってみたら普通の人だからですよ。確かに。だって普通の人なんです。そうですね、普通の人ですね。うちの会員さんたちって、本に出たりしてるから、で実際すごいです、実績はね、で結果がすごいから、すごい人のようになんか感じて会合に恐る恐るやってくると、最近入会した人が、例えば同じテーブルでたまたま、ちょっと最近入会したものなんですって言って名刺交換したら、あの本に小坂先生の本出てたあの方ですか。そうですね、よくありますね。あるでしょう、でその次に彼らがそこで思わず言ってしまったり、後で感想に書いてる言葉が、あの何々さんがと偶然同じテーブルで、でも普通の人です。だって普通だもん。そうですよね。だって普通にスーパーとか町のスーパーとか町のバーとか、普通に経営してる人たちだから普通じゃないですか、この普通の人がしかも同じようにこう話してたら、いやそんなこの人にもそんなどん底の時期があったんだとか、廃業を決めてた時期があったんですかとか、もう店閉めようと夫婦で言ってたんですよ、そんな頃あったんですかっていうか聞くじゃん、一緒だと思うじゃない。そうですね、苦しい状態にいる人は、でもすごい普通の人、いや今こんなそういうことになってるのって、ここが重要で、その何が重要かっていうと、私もなるかもと思うじゃん。そうですね、普通だから、でここで例えばね、そのどん底の状態から抜け出そうと思って、だいたいこれをご覧になってるようなあなたも勉強熱心っていうか、何かやっぱ学んで掴み取ろうとする人だから、こう見てると思うんですけども、講演とか行ったりするじゃないですか、それはいいんですよ、学ぶこととしてはいいんだけど、大体あの多くの場合こうビジネスセミナーとか講演とかで特に出てきて、こう大きな会社の社長さんとか多いじゃないですか。もう日本有数のみたいな、とか、なんかこう上場、何年で上場とか、でそういう方も当然学びになることをおっしゃってるんだけど、今
の文脈だけから見るとリアリティがないじゃない。あ、そうですね、リアリティはそうですね。いや、なんか普通の人とか、はい、自分もこの人がこんなにすごくなってるんだったら、うん、私もできそうとあんまならないじゃないですか、うん、すごいって感じですね。だって実際ビジネスも大きかったり世界中で展開してたり、うん、なんか何年で上場とかだから、はい、こう距離がありすぎるっていうかな。いや、それ身近じゃないってことですね、はい、いや、それがすっごく重要なポイントでリアリティなんです。リアリティですね。リアリティ、はい、でそのリアリティをガーッと感じながら、でもこの人今すごいことすごい結果出してるよねってなると、みんな大体感想に書いてることは勇気をもらいましたとか、自分もできる気になってしまいましたって書くんですよ。これが重要なんだよね。でなんかこれ言い方を変えると根拠のない自信が湧いてくるわけじゃないですか。そうですね。根拠のない自信こそが道を開くのよ、はい、だけど根拠のない自信持ちなさいって言うと持てないじゃないですか。そうですね、だってどん底にいたりしんどかったり辛かったり、はい、抜け出したいけど抜け出せないと思ってもがいてるわけだから、うん、これなんだよ。このことが、はい、もう慶応義塾大学との共同研究で分かったことの一つだから、ね、あ、こう科学の話です、はい、科学的な話、はい、身近に見る、身近に感じる人ですごい人、はい、だから見るまでは確かにうちの会員さんといっても、その小さな町のスーパーや町のバーとか町の飲食店のオーナーさんということを知ってても、本で見たりしてると、そうですね、ちょっと雲の上感っていうか、さっきの距離感は同じようにあるんですよ、はいはい、だけどあったら洗濯屋の親父ってよくあのうちの会員さんのクリーニング屋さんのすげえ人が言うんだけど、はい、いやー、洗濯用の親父が偉そうなこと言ってすみませんとか言うんだけど、はい、洗濯用の親父って彼が言うと本当洗濯用の親父だもん、はい、でもその洗濯用の親父が、まあ、そうですね、はい、でも結果的にすごい結果を出しているので、ここのいい意味でのこれはギャップだよね。 はい、あまりにも洗濯用の親父だと、普通の人だと、うん、だけどこの人もどん底だったと、はい、だけど今こんなすごいことになってる、まあ、すごいっていうかですね、自分がなりたいようなものになってるやんと、うん、はい、ということはもうこれ直感的に私もなれるかもってつながるんですよ。あ、まあ、頭じゃないんですよそれは、はあ、直感的にですね。直感的に合うだけ、はあ、大事ですね。だ 見るなんか体が感じる感じです、ね、体がなれるみたいな、はい、だから感想として勇気をもらいましたとか、うん、表情を見られただけで大変な収穫でしたとか、うん、それはそういう感じなんですよ。自分もっていうリアリティ。実際にあれですもんね、我々のワクワクマーケティング実践会にこうそういう感じで入ってきた方が実際にそうなっていきますからね。実際にそうなっていくんですよ、はい、それの人間というか、はい、人が変わっていき、はい、自分を取り巻く会社ビジネスの業績が変わっていくということが、うん、意外とそのねリアリティにあるんだということが、はい、今は分かっているので、はい、もしこれをご覧になっているあなたがどん底とかしんどいとか抜け出したいとかいうお気持ちでいらっしゃるとしたら、まあ、おすすめですよね、うん、まあ、私たちの会に限らずそのリアリティを得る機会を得る、そんなに難しくなくそういう機会は得られそうですね。一歩踏み出せば、うん、何かこれを成し遂げましょうではなくて、まずはそうそこですからね、こういうことをすごいことやりましょうとかじゃないから、はいはい、ね、はい、まずだと見るだけだから、そうですね、見ない、はい、でも見たら確実に変わり始めるということですね、うん、それはあなたの新しい未来につながっている、はい、ということなんですよ、はい、これはぜひお伝えしたい、言ってあげたいことですよね、はい、はい、ということでこのチャンネルではこれからも皆さんの商売ビジネスのヒントになるお話をお届けしていきますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。そして高評価コメントもお待ちしております。ということでまとめますと、はい、とにかく今日何度も申し上げてきたように、こう自分の身近な人を身近に見る、その、ね、うん、そのしんどいとか、はい、どん底とか抜け出したいっていう状況を抜け出した人、抜け出した人ですね、はい、抜け出した身近な人を身近に見る、はい、と一つ付け加えておくと、身近に見る身近な人を身近に、あの店経営してる方ってそうだよなと身近にいらっしゃるとするじゃないですか、はい、店見に行く人いるんですよ、視察、それはダメなの、あ、人を見ないとダメだから、あ、まあ、かといって ね、はい、お忙しい方は捕まえてちょっと話しくださいよっていうのもご迷惑だろうから、はい、何かちょっと機会作ってね、うん、地元の集まりでも何でもね、はい、人にを見なきゃダメ、そこですね、店じゃなくて、はい、これ気をつけてほしい、はい、間違える人いるからね、視察じゃないよっていうことをちょっと付け加えて
起きますけれども、はい、毎回言いますが、身近な人を身近に見る、身近に見ると、ね、これが意外なパワーきっかけになりますよと、はいはい、いや商売って本当に楽しいもんですね。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。